時や。つちゃん、どうしてまる？え、意外。この時間は来れるんや。カズ、こんにちは。イエーイ。ズ、シウマイ。ありがとう。わ、もときありがとうアイス。てか、梅雨明けた感じなんかな。わ、ありがとう。めっちゃアイスくれるやん。やったー。日々さん、あ、あ、待って、この日々ってあれやったっけ、あの、あれ合ってたかな、ちょっと待って。もぐもぐ、お昼か。こんにちは、昨日の動画のサムネめっちゃ可愛かったです。ありがとう。ぐるぐるやんな。そうやんな、そうやんな、そうだよね。よかったってて、昨日のサムネとこっち今出してるこの写真と迷っててんな。最初サムネどうしよっかなみたいな、あっちにしてよかった。なんかこっちやったらなんかその文字どこに入れようかなってちょっとなってて。シューマイハートありがとう。カズもありがとう。ユッキーお疲れ様です。いや意外とさ、みんなあの香水に興味持ってくれてよかった、助かるって感じ。もう体調メンタルもずっと情けなくないよ本当に。体調もなんかさ、体調悪いともうメンタルも下がってくるよな。なんかわかるわ。でもそういう時やっぱ休むことが大事やもんな。何事も一旦休もう。全然情けなくないよ。私も体調この間扁桃腺とかで崩した時もなんかメンタルとか結構やばかったけど、まあでも頑張って生きてるし。そんな自分もかっこいいって。あ、ポンポコありがとう。この写真も可愛い。ありがとう。ボブ助かる。よかった。これあの東京行く前やから結構切り立てほやほやのあずささんですね。この時の色綺麗よな。そう、絶対すぐ落ちるから落ちる前にちょっとこう撮っとこうと思って急いで撮ったやつなのね。アッキーありがとう。いつもいつも本当に特大可愛いクマちゃんありがとう。しかも今日会えるんやろ、めっちゃ楽しみやねんけど。やったん。え、てか私今日たどり着けるかな、それが一番不安なんやけど。ヨドバシどこ、そんなとこあったっけ、私そんな行ったことないんやけど、行けんのかな。まあおらんかったらごめんって感じ。かずきこんにちは。なのであずさ先生に足を動かそうかと。ありがとうやねんけど、無理しんときな。あの私はいつでもいてるから。まだ全然やめるつもりとかないから、いてるから大丈夫やで。まあ来てくれたら存分に楽しませるけど、俺あずさの声聞けただけで体調安定するから。ちょろい。かわいい、ほんまに。でも本当に逆もそうよ。私もみんなに会ったらマジで元気出る。だってほんまに私アイドル今やめてさ、
みんなに会われへんくなったらさ、生きてる価値ないなと思っちゃうもん。え、てかさ、絶対さ、この積み木の音うるさいよな。ちょっと待って、あと3本嫌やんな、こんなアイドル。ちょっと待って、仕事戻る。また夕方ね、また夕方ね、ありがとう。こんにちは、リタちゃん。あれ、かわいいお名前、ありがとう。宮城県、宮城県、すごい東北や。かわいいアイコン、はじめまして。初訪問や、やった。小物の配置変わってて、おーとなりました。え、小物の配置変わってた？あ、まあ確かに、あの東京行く前、なんかあの掃除というか、なんかいろいろやってたから変わってるんかもしれん。あ、そうや、なんか香水紹介やからさ、あんまなんか後ろごちゃごちゃしてたらあれかなと思って、シンプルにしようと思って。なんならカーテンとかな、変えたかったんやけど。いや、いっつも言ってんねんけどな、カーテンの色じゃあ合ってなさすぎて。いろいろメンタルやられてましたが、アズさんの動画見て癒されました。マジでよかった。なんかそうやって言ってくれると、やっぱあの頑張って動画撮って編集してあげてよかったなって思える。やっぱりさ、まあみんな結構土日とかライブとか来てくれるやんか、大事な時間使って。で、平日とかはさ、みんな頑張って働いてるわけやんか。そう、みんな偉いなと思って、すごいなって思って、そう、それでね、ゆっくり休みたいはずやのに、ライブとかでね一緒に楽しんでくれたりして、マジで優しい、ありがたいって思ってるから、この平日とかね、そういうライブがない日とかに、ちょっとでもなんか特別感というか楽しみが増えたらいいなみたいな。思ってるから、そうやって言ってくれると、やっぱやってよかったなと思える。さくらさん、こんにちは、ありがとう。リンクス広場、スタバの横のとかね、スタバの横、オッケー、スタバまず探すわ。え、だからヨドバシのとこ行って地図見てスタバ探せばいいんやろ。助かる、そういうの。 TK ハタ、ありがとう。おらんかったらごめん。いや、ほんまにさ、じゃあ私の方向音痴マジで舐めてもらったらあかんってぐらいマジでやばいから本当に。リンクス広場飛んだらつまめ出されるからな。え、飛んだらあかんの？あんま飛んだらあかんのや。迷わず来てな、頑張る、マジで。ほんまにちょっと早めに行くわ。爪切りの音気になってなかったけど、あ、ほんまに？あ、よかったよかった、もう終わりました。てか最近さ、カラーシャンプーしてるからさ、爪がさピンクなんやわ。これネイルじゃないからね、ごめんって感じ。なんか汚っ、まあ、しゃあない、髪色を保つため。でもなんか若干なんやろ、ピンクというかオレンジ寄りになってきた、もしかして。ちょっとやや、前回の動画と比べながら隅々までしっかり見てました。そう、意外とな、そういうの見てる人もいてるんよね。みんなすごいね、結構ちゃんと見てくれてるやろ。頑張らないと。油断はあかん。その切った爪もらえるんですか？絶対いらん、絶対いらんし、すぐ捨てた。むしろ週末ライブ来たり仕事してる。すごいよ、みんなありがとうって感じ、本当に。ウェイちゃん、まずは買い出しなう。お、ご飯の買い出し。楽屋みたいなところは知らんで、ステージはそこで。かありがとう。いや、大体ステージ行けばあの分かるよ。うん、そういうリリースイベント的なやつは。アイマスのあずささんもここだから大丈夫。
アイマスのあずささん、ペペリアさんこんにちは、ありがとう。あずさんが無事ライブ会場まで着きますように、ありがとう、頑張るわ。おいちゃんのアクスタ見えて、あ、オタクしてんなって思いました。これなんで持ってたんやったかな、もらったんやったかな。そうそうそう、どうしてもありがとう。1週間ほぼ家にいないから難しい。1週間ほぼ家にいない、ティーキーありがとう、ハート。土日お仕事の僕なみなみ、いやーそれは泣いちゃう。土日お仕事か、デートあったりライブあったりで、デートいいやん、楽しそう。最近は家でハイボール作って飲むのにハマってます。あ、そうね、二十歳超えたからね。ハイボールか、ハイボール先あんま飲んでないな。てか飲まんようにしてる普通に。コンカフェ行ってガチ恋相手と喋ること、僕はデートと呼んでいます。それはデートや、完全な。いいやん、ガチ恋相手がいるのって。よし、リンと人生初デートするのよ。あ、そうなん？カズピこんにちは。ハイボール我慢します。いやもうね、あの渡したからそろそろ届くよ。お待たせしました。ちょっとねみんなバラバラに届くと思うけど、あの待ってるので、ちょっとこれだけ早めに送ってもらっていいですかって頼んだいいえだろいい。あっくんこんにちは。ワンマン招待特典ね、あああああああったね。なんかやっぱみんなそういうの嬉しい、嬉しいっていうか緊張の方がありそうやな。どうなんやろ、みんなデートするならどこ行きたいの。え、それってさ、なんか自分で決めれんの、決まってんの、何するとか。すごいね、特典のデートとか。もし私となんか特典でデートするってなったら、ずっと外は嫌かなわがまま室内は入りたいな。ガチで楽しみ、マジでいいよ、イエーイって感じ。うん、この写真ひよこ強め、いつもひよこ強めって言うな。ひよこ、私ひよこじゃないやろマジで。私よく言われるのは猫、パンダ、キツネ、爬虫類系みたいな言われるけどね、怠け者とかも言われる。嬉しかったので言うとレッサーパンダぐらい。でもそんな言われたことないな。なんていうの、性格は猫っぽいなって言われるけど、
でもアイドルなって似てんなって言われるのほんまにキツネとか。あの当番も緊張しすぎて夜しか寝れんかった。十分寝れてるから大丈夫やで、きっと。緊張で寝れないし、お腹痛い。午前中は仕事終わって一回会社帰って、挨拶だけで、お疲れ様、僕はよくハリセンボンの花って呼ばれます。いいやん、めっちゃ面白いってことやん。違う、これ顔の話か。何、美女、見た目、あ、メガネ、あ、え、でもカラーサングラスかけてはったっけ。あ、でもなんか確かによく載せられてるな、ツイッターで。そういえば、いえ、あなたひよこです。ひよこなん、ひよこなんかな、ひよこそんなかわいい、ひよこ、あー、なんかボブにしたからかな、関係ないか、卵っぽい。初見です、執事こんにちは。カフェ、ゲーセン、カラオケから選んでカフェにした。あ、そうなん、そんな選べるんや。それって二人っきりなん。すごいね。あー、私、そうだね、どこでも楽しい。そうだね、カラーサングラスおもろすぎてこういうの。え、カラーサングラスやんな、ポンポコは。もうちゃんと学んだから。顔見た瞬間、ひよこやんってなるくらいひよこひよこしてます。あ、そうなん、それちょっと初めて言われたかもしれへん。あ、危ない、今めっちゃ本名言いそうになった。今めっちゃドキッとしたわ。いや、なんか高校の時はこういうこの動物に似てるって言ってたから、あだ名がこれやってんって言うと思ったけど、絶対あかんかったな今。危な、スタッフいるだろうけど二人きりのはず。あ、そうなん、じゃあもう話したい放題やん、やったやん、楽しい、イエーイって感じなの。楽しんで、そんな、なかなかないよデートなんてね。私もあずさ推しの人となんか楽しみたいな。だからなんかオフ会とかいつかできたらいいな。あ、カラーレンズ。あれ、カラーサングラスじゃなかったっけ。カラーレンズか、ごめん。金髪だった時はなおさらひよこしか、あ、逆、でもさ、金髪やったらギャル感出てひよこには見えへんくない、どうなんやろ。まあでもカズキからしたらひよこなんやな。ありがとう、ピヨピヨしとくわ。その後撮影会もあって、これもできる。あ、撮影会もあんの、すごい特典やな。毎日30分部屋でチキ取り放題は、よかった。取り放題ってやばいな、30分も、すごい。僕できんですか、なんかバブイひよことかです。あ、ほんまに、へえ。おふかい、あずさお嬢さん、そうできたらいいなっていつか思ってるけど、もうちょっと頑張るわ。あ、千秋こんにちは。ん？って悩むとかないな。悩むとかないな。あ、来てくれるってこと？なんかそういう単独オフ会とかってさ、どんな感じなんやろうな。自分そういうの行ったことないからさ、どんな感じなんか分からんけど。みんなで仲良くワイワイしたい。デート30分、さすがに20分、ほぼ1時間2人きり確定。お、すごいやん、すごいじゃん。昨日の YouTube 見てて楽しかった。嬉しい。
そうそうそう、女の子とかは絶対好きかな。そう、それこそマジで香水紹介がね、去年とか一回撮ってたんよ別に。そう撮ってたんやけど、さすがに、そう私女の子のファンって結構少ないんよ。だからこの動画はマジで需要ないかもなと思って消したんよね。そうでも、まあでも見てくれる人もいるかなと思って、今回賭けでさもう一回撮って載せたんやけど、意外とみんな匂いにもこだわってて好きっていう人も多くて、しかもなんか新しいの買おうと思っててみたいな人もいて、おお、よかったと思って。不可抗力で本命引き出すなったんで一旦海に沈んできます。でもまだ言ったことはないから大丈夫。オフ会って人によって違うからな。やっぱそうやんな、私どんなにしよっかな、まだ決まってないけど、一生なることない場所だなと感じてる。緊張するよね、なんか、え、私女の子よ。いや、カズキとか結構香水好きそうやけど、朝が SNS に投稿してくれるものすべて自由しか、ほんまに？よかった。よかったよ。いや、これからもいい匂いは集めていきたいな。でも香水ってマジで高いからさ、いろいろあるけど。普段香水つけなきゃ、朝さんの動画見て買ってみようと思いました。マジで？そう、ほんまになんか昔は柔軟剤がいいって思ってて、けどなんなら、うわめっちゃ香水の匂いするみたいな感じでちょっと嫌がってた感じのタイプやってんけど、まあ香水によってもいろいろあるから面白いなみたいな感じたよね。ディオールのソバージュ買おうかもやってます。いいやん。結構人気やと思うから、それは安定枠というか、まあ、間違いはないと思う。オフ会1回しかないけど、友達を押しと観覧車で2人で、すごっ。私残念ながら観覧車は乗られへんからな。まっつんこんにちは、ありがとう。朝の声聞くの元気出て、ありがとう。仕事までね、ありがとう、頑張ってね、応援してます。はよ会いたいね、会いたいね、会えるかな。今日の会場はちょっと広めなんかな、どうなんだろう。今の香水が甘い系なんですけど、みんなからヤリラフィのつけてそうな匂いって言われてるガチキンたち。あ、そうなん？そうなんや。まあでも、まあ他の人からいい匂いって言われるのも大事やけど、やっぱ自分の好きな匂いじゃないとね、ちょっと無理やもんな。自分のさ好きな香水に出会うのってなかなかないからさ、難しいけど出会えた時はね嬉しいな。ゆうたさんこんにちは、ありが
がとうございます、よし。和服会で出てくる食べ物決まってたのに、数名で別料金払ってメニュー表の1ページこれ全部頼んで遊んでた。え、めっちゃいいやん、楽しそう。ご飯いっぱいの方がテンション上がる。もろもろ込み込みで今の気持ちは早く会いたいです。お、でももうすぐじゃない？言うてすぐ来るよ。だから和樹と初めましてしてから1年経つんじゃない？もうそろそろ。今日の会場そんなに広くないかと。あ、そうなんや。なんか室内なのかな。ちょっとなんか見たけどなんかよくわからんくて。そうなんです。あともうちょい1年です。お、早いな。マジで1年って早いな。時間経つんが早い。マジで頑張らないとって感じなんやけど。たまに頑張り方がわからんくなるときある。急に。タケチー、こんにちは。ありがとう。あずさの香水たちなんか大きく感じるんだけど。待って、あのさ、ショーレイヤードあるやんか、あれは50かな。一番、写真の左のオーパラディは15とかって気がする。違ったかな。そんなもんです。ちょっと待ってね、何ミリやろ。75。結構使ってるねんな。見てくれたら分かると思うけど、俺姉ちゃんいるから生きていける。ほんまに。じゃあ私は頑張って生きる。分からんくなったら頑張らなくていいのよ多分。優しい。泣けてくるよな。いやでもな、アイドルは頑張らないといけないんだよね本当に。なんか思うわ、自分だけの問題じゃないから。ケチハートありがとう。ビンが大きいだけか多分ね。そうやと思う。あと机とかに並べてるから遠近法とかで大きく見えるかな。香水2種類しか持ってない。あ、そうな。まあでもね、買いすぎてもって感じかな。好きなやつを持ってるだけでいいと思う普通に。私はたまたま衣装とかで買えたりとか、好きな匂いに出会ってしまったとか、試したいとか、季節によって変えたいとか思っちゃったからあるだけでって感じかな。影おはよう。佐々木います。お疲れ様。好き、ありがとう。存在が尊い。ほんまに頑張るわ、頑張るわというか頑張るわ。あ、ハラちゃんやん、ありがとう。すごい可愛いクマくれた。
YouTube で紹介してた男性っぽいユニコースネットで買ってみた。え、ディプティックのやつかな。マジで、え、私が紹介したやつ、え、左から2番目のやつ、ディプティックのオルフィオンかな。それマジでいい匂い。え、てかつけてたらめっちゃ聞かれる。え、それ何の香水みたいな、めっちゃいい匂いやみたいな言われる。でもディプティックで有名なんで言うとドソンっていう匂いかな。マジで分かりやすい。まあ夏って感じやな。なんか電車とかでさつけてはったらすぐ分かる。うわ、ドソンの匂いや。でもいい匂い。私もちょっと迷ってたけど、あんま王道というか行きたくないというか、まあ、オルフェアの方が好きやったっていうのはあるけど。なんかね、オルフェオンの物語とか見たんやけど、編集してる時に、なんかなんとか34番街やったっけ、なんか隣町のなんかバーでなんか友情育んでみたいな。でなんか何だっけ、もうすぐ忘れねえな私。なんか何だっけな、なんとかの思い出の場所みたいな感じやった気がする。なんかバーやからタバコの煙の感じみたいなとかを表した匂いみたいな、そんなんがあって。ありがとう、影、ハート、ハラちゃん、ありがとう、ミミ、おはよう、あずさ以外に他いら、え、マジ？ほんまに？なんか、そう思ってもらえるってすごい、すごいよ。本当に嬉しい。なんか生きようって思えるわ。頑張って。めっちゃ大切やけど。外めちゃくちゃ暑いよ。そうやんな、梅雨明けたよな絶対この感じ。まあ雨降らんくて助かるけど、暑いの困るんやけど、どうしよう。ディプティックめっちゃいいで、めっちゃ種類あんねん。で私なんだかな、何が入ってるやつが好きなんやったっけな私。ジャスミンやったかなが結構入ってるのが好きでみたいな話してたら、その香水はこれとかこれとかこれとかですよみたいな出してくれてみたいな。で匂い嗅いで、まあ一旦1時間後に戻ってきますかって。まあなんか香水って時間経ったら変わるし匂い、まあ、それもちゃんと調べて、で最終的に決定したのがオルフェやったな。オルフェオンは最初にいいなって思ったやつが、結局な一番最初におってなったやつがいいねんなって思った。今日野外かなんあれ野外やったん、写真ではあんま分からんくて。野外なんや。なんか新しい出会いとかあるかな。梅田のヨドバシか、そうなんや。いや、お試しのやつやけど、あ、いいやん全然。だって自分の好きな匂いじゃなかった場合さ、本当にもったいないし、そんなねパッて買えるような値段じゃないし。私もディプティックは本当になんかのご褒美やった。忘れたけど何やったかな、1周年、何だったかな、何の時やったかな。1周年終わって、あ、結構めっちゃ忙しくて、はあもうなんかもう買ってやるぜみたいな時に買ったかも。まあ衣装変わるっていうのもあったしみたいなって
感じかな。お試しやん、そういうのは大事やで。割とマジマジ嬉しい本当に。頑張ろう。頑張るから竹内も頑張って生きてな。ケンイチさんこんにちは。オルフェオン驚きの価格だった。そうやろ、私もそんなんやったっけと思って、出したなと思ったよね意外と高かった。でも75ミリ結構マジで使ってんのよこれ。けどまだ半分はある。これでも減った方やけど、長く使えるからね。いやでもこの匂い待って、マジでいい匂いなんよな、ほんまに。私もうマジでこれ振り返るね、こんなんつけてる人いたら。いやマジで大好き。なんかウッディ系好きな、じゃああんま好きじゃない人でもなんか割といける系やと思うんけどな。もう一回てかまたディプティック行きたいな。なんかもう忘れたし他がどんな匂いとか、もう私オルフェオンに惚れてしまったから他別に覚えてないから、ちょっともう一回行きたいな。でもねいっぱいありすぎるから、で後半混じってくるから結構ね、あの決断早めにしないと分からなくなってくるからね。頑張らんとあかんけど。水分コメントってくださいね。いやほんまにそう、取らないと。てか家ん中いたらね、ちょマジで水分取るの忘れちゃうよな。大事水分。多分スタバの前、そうやね、そうさっき誰か教えてくれたんや、スタバをまず探すわ。絶対迷うし、まずあの駅からヨドバシまでどうやって行くんやったっけレベルで、なんか駅ん中やったらさ、なんかマップあんま働かへんやんか。そうだからね、頑張っていくわ。そうあれめっちゃ難しい、野外ならたくさん人来てくれるといいね。いや本当にそう。あずさおはよう、ゆうじおはよう。スタバ飲みながら見ようかな。いいやんいいやんいいやん。うん、いい値段やったやろう、いい値段やったやろう。将来結婚するんで頑張ります。ありがとう、ほんまに本当に。いやマジでね、そうやって言ってくるみんなとはマジで結婚したいよね全員と。出したないやほんまにあんま記憶ないねんな。私本当にもう欲しいと思ったら買っちゃうタイプやからさ、気にせず。怖いよねでもそれくらい結構ビビッときた匂いではあった、これやみたいな。うん、結構好き、ちょうどいい。私の白は4000くらいだった記憶。あ、白ね、ホワイトティーね、昨日出たやつか。ホワイトティーもいいよな。白はねマジで優しい本当に、匂いも値段も。でも白はね、あの柔軟剤買ってたかもしれん、ずっと。幸せさに惚れてます、ありがとう。じゃあもうちょっとあの可愛くなれるように頑張るわ。
ゆうじハートありがとう。あーガチャあーってきてからなんやと思ったらあずやった。まず地上に出てください。まそうやね、まず地上ってか地上って何、どこ地上ってどこ、地上に出るんやな。オッケーオッケーオッケー。うんマジで道誰か案内してほしい。マジ昼寝する、おやすみ、また後でね、また後でね。嬉しい、マジでめっちゃほんまにすごいよ、ありがとうでしかない。東京から毎回本当に、なんか大阪に借りようかなみたいに言ってたよな。やばいやんって言おうと思ったけど、でも確かにと思ったよな。そんだけ来てくれたらもう借りた方がいいんじゃないかって思っちゃうよ。マジで嬉しい。オルフェアの 63% オフってのを見つけて震えてる。すごい、すごいやん、めっちゃ。それは欲しくなっちゃう。半分以上ってことはもう1万なんぼなんじゃん。スキンケア全て白にした。いやすごいね、そういうこだわり持ってさ全部揃えるって、そのブランドですごいな。私なスキンケアとかはなマジでちょっと今ほんまに瞑想中で、マジなんかおすすめとかあったらマジで教えてほしい、教えてほしい。てかもうどうしよう、最近ほんまにわからん。ちゃんと言葉考えて発したいのに好きとかじゃなことしか言えん。いやでもそれが一番伝わる、違う言葉で具体的に言ってくれるのも嬉しいけど、だって好きは好きやしみたいな、わかりやすいよね、好きなんやなって思う。建物の中や地下じゃなくて外に出た建物が歩くだけです。だって外に出てもさ、どっち向きに歩けばいいかわからんもんな。まあでもなんかこんな方向音痴なくせになんとか行けるやろって思っちゃってんねんないっつもすごいよな、自分すごって思うわ。ホワイトティーの香りが好きだし、何何やったっけ、これ統一した方がいいかなって。いいやん、自分のこだわりを持った方がいいよ。あずさんに対してほんま語彙力なくなる。あずさんに対して難しいよな。私もさ、なんかご飯でも推しキャラとかでも何でもそうやけどさ、何か好きなんとか言われてもちょっとなんか難しいなって思っちゃうもん。なんか好きみたいな、難しいよな説明すんの。いやでもね、説明されなくても伝わってるから安心はしてほしい。駅に着いたらなんとかなります。いやほんまにそう、なんとかなるって思ってる。中爺さんこんにちは、ありがとう。使い室ですいません。いえいえ、こだわりこだわりね。うん、好きってなる、わかる。
離れすぎた。よし。夜橋は大阪駅からなら中央口で左上に上がるエスカレーター上がって右に行ったら行けるはず。ほうほう。頑張っていきます。本当にまあなんとかなるでしょう。もう最初無理やったら連絡するわかりませんって道わかりません。でもまあ30分前ぐらいについてたらいけるでしょう。ベリーさんありがとう。アイス見るたびにああかわいい好きって心に思ってる。ほんまにちょっと寂しい思いさせへんように頑張っていっぱい投稿するわ。じゃあごきげんようずさん昼飯で抜けます。リリーベ目いっぱい楽しんで、ね、ありがとう。ちょっと楽しもう。今日は誰に会えるかなって毎回化粧しながら思ってます。今日はどんな髪型していこうかな。最近ね、最近でか雨は今日降らないみたいやからなんか巻いていこうかな。この写真の可愛い方ですか。誰やろうな誰でしょう。ケンイチさんありがとう。アイスわーい。マジわあ、マジ福岡と大阪隣になってほしい。いや、これほんまに全地方なんかくっついてほしいよな。マジで散歩とかで行けるようになってほしいよな。わかる、めっちゃわかるわ。なんかマジで普通に大阪に行くだけで大変と思うのにさ、みんな遠征とかしてくれる人ほんまにすごいって思っちゃう。あれ部屋の片付け終わったら通知動画撮るかも。あ、そうなん。そうやな、一旦片付けへんかったらマジでぶっ壊すもんな部屋どこでもドアが切実に欲しい。ほんまにそう、ほんまにどこでも行きたい。どこでも行けたらいいのにな。せめて新幹線で行って行けなってほしい。ほんまにそう、ほんと九州でもライブやってほしい。九州ね、本当に頑張るわ。全国でできるようにマジで頑張る、頑張りたい。ちょっと有名になるわ、頑張って。ねむねむさんこんにちは、ありがとう。撮るときは近くの公園行くよ。あ、そうなん。ようなうん、多すぎて整理してる。あ、そういうことか。普通に部屋の掃除終わったら取りに行くってことね。ということで、え、私何時に始めたっけ。45分。あ、もうそろそろ1時間じゃん。月の半分は東京にいてほしい。嬉しい。本当に痛いけどな、ほんまに。隣やったらいいな、マジで。東京が途中でコメント止まったら寝落ちしたと思ってない。もうそろそろ終わろうかな。21日にドロップ行きます。お、待ってます。ということで先にランキング読むわ。
13位ケンチさんありがとう。12位ユージありがとう。11位シウマイありがとう。 GTK ありがとう。9位カゲありがとう。8位カズありがとう。7位タケチありがとう。6位ビリさんありがとう。5位ブビリアさんありがとう。4位ドシテマルありがとう。3位モトキありがとう。2位ハラちゃんありがとう。1位アッキーありがとう。ありがとう。心は常にそばに生きるな。物理的にも会いたいな。いや、わかる。そしたら俺、ロコリーの半月、京都に住む。イェーイ。幸せ。ありがとう。こんにちは。もう終わりね。そうなんだよ。ごめんね。カズもありがとう。みんなありがとうね。ではでは、今日会える方は会うとして。会えない方はまた配信するので遊びに来てね。ありがとう。